それじゃ乗り物に会いに行けるスポットを紹介しよう。今日は東京都北区にある複合文化施設のホクトピア。JR 王子駅の北口を出たら左に曲がって道なりに歩くことおよそ2分。ここがホクトピアだよ。駅から近いんだね。まだゴールじゃないよ。エレベーターに乗って最上階の17階に上るんだ。さあ、展望ロビーに着いたよ。ここからは東京の街並みを見ることができるんだ。おわ、打席見て見て、東京スカイツリーが見えるっぴ。あれは東京ドームだね。3つの方角に窓があるから違った景色を楽しむこともできるんだ。この展望ロビーから見える乗り物が、おわ、新幹線さんだ。そう、いいご計算だよ。ホクトピアからは東北や北陸に向かう新幹線さんや東京駅に向かう新幹線さんを見ることができるんだ。やっぱり新幹線さんはかっこいいっぴ。他にも京浜東北線さんや都電荒川線さんも見られるんだよ。いろいろな電車が通るんだね。ホクトピアは JR 王子駅から徒歩2分。いろいろな電車が見られるから、みんなも行ってみてね。